よいしょ。またモニターをお借りしてしまいました。こんばんは、バルシャークです。日曜日の茨城のロケ地巡り終えて、あれから、まあ、1日空いたぐらいですねのタイミングになります。今回なんですけど、僕のチャンネルでたまーにあるデルのアンバサダーのやつですね。こちらどういったものかというと、まあ、簡単に言えばアンバサダープログラムに登録して、時折こういった機材の貸し出しの連絡が来るので、そのタイミングで応募すると抽選で当たれば一定期間だけ貸し出してもらえると、そういったプログラムになっております。前回そもそもいつ借りたっけかなと思い出すと、多分ちょうど1年前ぐらいですね。アメリカに滞在してた旅行の期間中に XPS のノート PC ですね、こちらをちょっと使わせてもらったっていうことで、今回はそれとは違ってモニターをお借りしました。今回は34インチのワイドモニターの湾曲タイプのモニターを借りております。まあ、そんなこんなで開封していきます。本当はね、これ土曜日に届く予定だったんですけど、ちょっと僕がずっと外出してて受け取れなくて、昨日月曜日にようやく受け取れたっていうような状況です。これ切っちゃっていいのかな。切っちゃおう。実は言うと、今回の多分34インチの USB-C のデルのモニターは、僕は使うのは2回目なんじゃないかなと思います。もうめちゃくちゃ前なんですけど、大学にまだいた頃に後輩くんが似たような感じで買ったんですよね。34インチのモニターを。で、それを確かレビューで使わせてくれたような記憶があるので、多分それ以来の仕様になります。ということで、ちょっとデルさんからの案内が届いております。と、簡単な組み立て用のやつ。ちょっとモニターに行く前に、ざっと仕様だけ確認しておきたいんですが、箱の横に仕様が書いておりました。今回は34インチの WQHD ですかね。3440×1440 という、まあ、ちょっと変わった解像度ではあるんですけども、まあ、それで WQHD の仕様になっております。先ほどついてきたのは USB-C でしたが、まず書いたのは 65W 給電になるので、まあ、大半のノート PC は大丈夫でしょう。それからまあディスプレイオールトのやつが、マークがついているので、の入力が直接いけるというような感じですね。で、液晶は VA です。今回。ちょっと今気づきました。今回 VA のやつを頼んでました。ということで、さっさとちょっとモニターを見ます。モニターをね、借りたのはいいんですけど、ちょっと設置できる場所がないんですよ。で、あと、このどでかい箱どこに借りてる期間を置いておこうっていう問題もありますね。借りといてすげえ申し訳ないですけど、借りるべきじゃなかったなっていう、まあ、めちゃくちゃ反省してます。ちょっとリビングに置いてある普段はご飯食べる用のテーブルを急遽持ってきました。これで1ヶ月間は僕はリビングでご飯が食べれなくなりました。しかもなんかめちゃくちゃ狭いんですけど、この部屋今。ちょっと荷物ありすぎじゃない？今のところこのモニター開封してぼやきしか出てないけど大丈夫かな？ということで、ようやく本体がお披露目でーす。ちょっとレンズを付け替えました。いつもの 24mm に。ということで、ダーン。いいね。今回の34インチ、多分僕が以前後輩くんから借りて使わせてもらったやつとは多分違うやつです。VA 液晶じゃなかったような気がする。あと、ちょっと地味になんですけど、これはね、裏側のね、模様が違うんですよ。なんか、こんな感じ。モールドが入ってるんですよ。なんかこんな感じじゃなかった。昔ながらの、もうちょっと出るの銀色の、この土砂辺と台座の色に近いような感じの質感だったんですけど、なんかね、ちょっとモールドが、入ってます。こんな感じ。かっこいいっすね。なんか最近のってこんなの。ということで設置終わりました。これ今すんごいことになってるんですよ。こっち側がね、僕がいつも使ってるオデッセイのモニターで、今回新しく設置したのがこちらです。あ、なんか一番いい画角に収まってる気がする。はい、ということで今回お借りしたのは34インチの WQHD のモニターになっております。ちょっと MacBook つなげましょうか。ほい、ということで、問題なく MacBook つなげました。一応ね、ちゃんと閉じても、いけますね。クラムシェルモードもちゃんと動いてます。まず設定できる項目は、まあ、この辺はよくあるやつですね。ブライトネス、コントラスト。で、インプットソースを見ると、USB-C と HDMI 1と2があります。で、ちなみにこの34インチのデルのモニターのスペックを調べるんですが、多分これかな？多分これだと思うんですけど、なんかめちゃくちゃ安くない？これ。今5万円でこれ買えるの？あ、これはお買い得だ。で、見たいのは、結局、この入力ソースなんだよね。入力ソースの HDMI のバージョンを見たいんですけど、はい、ここ。2HDMI2.0 ポート。お、なんか全然めっちゃピント迷ってる。マニュアルフォーカス。
問題はこれですよね。HDMI ポート、2.0 ポートです。2.0 ということは、HDMI にすると、これはもしかして 2.1 じゃないと 120Hz とか出なかった気がするんで、これは 60Hz に固定になっちゃうと思いますね。で、今つないでるのがこの USB の Type-C アップストリームポートなんですよ。なんで、まあ今だから繋がってるのがディスプレイポート 1.4 搭載のオルトモードなんですよ。で、最大 65W か、60W の電源供給機能がついてるんですよ。で、ディスプレイポート 1.4 は、これ僕の今使っているオデッセイ G9 の方、こちらも1.4 なんですよ。で、これ240が一応出るんで、一応最速では240も出るんですけど、なんか今だと 100Hz っていう風なのに、なってます。これはちなみに設定変えれるのか。はい、ちょっと今アプリで見てるんですけど、100Hz になってますね。モアリフレッシュレートでなんか出てくるの。モアリフレッシュレートで見ていくと、うん、なんかやっぱ 100Hz が限界っぽいですね。100Hz まではとりあえず付属のケーブルで出るみたいです。で、残りの他のケーブルが何ついてるか見ていくんですけど。超高速 USB5Gbps、USB3.2、Gen 1 Type B アップストリーム、同じくダウンストリームポートが、これは1個だけかな。で、5W のスピーカーが2つついてますよ。で、あと別で超高速 USB5Gbps、USB3.2、Gen 1 Type A ダウンストリームポート。こちらは 10W の充電機能搭載。なので、Type A がこことここ2つですね。場所で行くと、ここか。ここって言いながら全然場所映ってなかった。ここです。ここに 10W で給電しながら使える Type A のポートがありますね。ここの 10W で給電できるやつと、端っこについてある。これ、この2つが、どうやら 5GBps は出るよっていうものですね。で、それを、まあ、ハブ化する。要はその別のやつをつなげて、このモニター自体をハブ化するためのアップストリームがこれですね。このタイプ B の7番って書いてあるやつ。これがついてますと。で、あとはオーディオ関係。はい。って感じですね。で、5万円で買える割にはコスパは結構やっぱ高い気はしますね。まあそもそも論、これすでに USB-C でつなぐだけで 100Hz は出るので、結構使い勝手はいいなって気がしますし、HDMI ポートも2個ついてますし、ハブ化できる機能と、あと給電もできる Type A のポートがついてるんで、割と使い勝手はいい気がしますね。で、まあ、あとなんか5万円だなって納得できるところとしては、1個、まあ、すごい細かい話ですよ。ここ操作のボタンがあるんですよ。これが、使いづらいっていう問題があって。多分これ高いやつとかだとダイヤル式になってたりするんですよね。だからこれがね、ちょっとめんどくさいかなって感じがしますね。個人的には。だいたいこういうのダイヤルでもうちょっと直感的操作が可能なんですけど、全部基本、ボタンが電源1個と、あと4つ別のボタンがついてるだけって感じがするので、この辺はちょっと使いづらいかもしれないって感じがします。で、高さは、最低がこれぐらいですかね。5センチぐらい。5センチ。一番下で5センチ。で、最大高さが、こんなもん。どうだろうな。iPhone で高さ測ってみるか。iPhone で高さ測ってみるかと思ったんですけど、だいたいiPhone 14 Pro の高さ、ないぐらいですね。ちょうどないぐらいの高さでした。嘘です。ちゃんと測ります。はい。だいたい17センチぐらい。16センチ、17センチぐらい。で、一応回転もできますし、シルトは？いけますね。全然余裕って感じ。はい。そんなところです。あ、で、公式サイトに書いてありましたね。これ MAX 100Hz です。はい。以上です。まあそうだな、なんか僕てっきりこれ10万円ぐらいのやつなのかなって、前多分他の人におすすめしたやつだが、これが IPS のやつで10万円ぐらいのやつなんですけど、これもその半額で、今公式サイトだと5万円切ってますね。49,801円、割引額が9,000円になっているんで、まあ割とお買い得な気がする。まあ、もともと僕は34インチのサイズ感って結構好きなんですよね。というのが、僕今49インチのモニターを使ってるわけなんですよ。これですね。こいつを使っているわけなんですけども、49インチのモニターって、まあ、いろいろあると思うんですよ。いろいろある中で、個人的な感想としてですよ。使いづらいっちゃ使いづらいんですよ。何が使いづらいかっていうと、もう言って、視界にいっぱいいっぱい画面を入れることってそうそうできないと思うんですよ。視野角的な問題とか、視力の問題的に。で、
僕がその中でオデッセイ G9 買った理由としては、オデッセイ G9 は、R が 1000R なんですよ。なので、湾曲が結構きつめについてるんですよ。なので、ちょうど、その湾曲をうまく活用して、視界のいっぱいいっぱいまで、ギリギリまで入れられるっていうのがあって、個人的には、オデッセイだったらいいなと思って49インチ買ったんですけども、なんか、例えば、リモートワークとかで、なんかモニター1個買いたいなってなった時には、絶対49インチなんて、そもそも場所取りますしね。そもそも、この、なんか、この家っていうか、このためにいろいろこう、机周りとかを、なんか買ったりしたみたいなものがあったんで、49インチってやっぱりこう取り回しがすごい邪魔なんですよ。で、それに比べると、個人的なんですよ。本当に個人的なやつでいくと、僕はすごく大量にウィンドウを立ち上げて、で、画面上に放置して使っておきたいっていうような、そんな使い方をしてる人なんですけども、34インチぐらいあると、それが結構叶いやすいですし、四角いっぱいいっぱいので。入れることができるから結構便利だと思います。27だとちょっと足りない、だからデュアルモニターにするみたいな感じになっちゃうんですけど、デュアルモニターにしたらそれこそ配線がめんどくさくなったりとかいろいろな問題があるんで、個人的にはなんかこう1枚買うってなった時に予算があるんだったら34インチとかのモニターを僕は結構知り合いにはおすすめはしています。あとはデルのモニターが結構好きな理由としては、電源がやっぱ内蔵されているので配線が楽だって、これ今このモニターね、MacBook 設置するだけで今2本しか配線引いてないんですよ。1本が普通の電源ケーブルで、もう1本がただのこの Type-C のケーブルっていう感じなんで、すごくスッキリするじゃないですか。だって見てくださいよ、これだけで今リモートワークみたいなセット、てか家で仕事ができるワークセットがもう出来上がっちゃってるんで、結構便利だと思います。最近なんかね、会社で貸し出されてる PC とかも Type-C のそのなんか DP ウォルトにこう接続できるような映像出力ができるタイプの給電かつ映像出力みたいな音がついている、ノート PC とか結構貸し出されることが多いんで、これワンセットだったらあんまり場所取らないと思うんですよ。これプラスこうですね、こんな感じ、大体はい、これだけでリモートワークできちゃうから便利ですよね。しかもスピーカーついてるし。ちなみに音質は、音質確認しよう。こういう時は YouTube で散財小説。だいぶ時差ボケが治ってきて、早く行動、早くはないんですけど、朝行動できるようになってきましたが、今日はこれから移動します。うん、それなりでした。会議には別に問題ないぐらい。どうだろうな、動画鑑賞ぐらい。困らないぐらいの音質な気がします。あんまりいい音ではないですね。A 型かを楽しもうとか思うようなものじゃないですね。ちょっと師匠うるさい。はい、そんな感じです。はい、ということで、とりあえず1ヶ月ぐらいお借りすることができるので、ちょっとしばらく長期的に使ってどんな使い心地かを見ていきたいと思います。以上。Yeah, start to clap.And I start to clap